返す力の窓。いや、今ずっと見てたけど。はい。ダメ、あの、心が折れるんでダメ出しだけはやめてください。あ、で、ありがとう。元気？元気です、元気です。りょうくん、どうですか？まあ、普通じゃないけど、はい。なるだけ普通に過ごしてる。あの、まあ、共通の友達の名前言っちゃってあれかもしれないですけど、さっきね、すずくんとも、あの、連絡してたんで。で、どうですか、元気ですかみたいな。で、ハワイの方どうですか、うん、って言って、うん、ロックダウン、うん、がっつりしてるから、ただやっぱ島なんで、あの外から来てる人が少ないから今のところ大丈夫かなっておっしゃられてましたけど、あ、そうなんや。もうずっとテレビ見てるって話ね。え、まあでも、うん、彼は別にこんな時じゃなくてもテレビばっかり見てるし、ね、彼はこんな時じゃない、運動もしないですからね。そうだよね。今これすずくんも見てるんじゃないですか。あ、そうなんかな、わかんないですけど見てくれてるかもしれないです。うん、今そっち力何ですか？あ、11時。11時か。うん。これから、ちょっと YouTube の話とかも聞いていいんですか、りょうくん。聞かない方がいいんですか？いいよ、別に。言うことと言わんことあると思うけど。これからどういうことやっていくんですか？ああ、それも全然決まってない。今ね、それこそ。ロゴを2人で作り合うところまでは決まってるんですよね。ロゴ2人で作り合うって言ってたやつはね、多分ね、これも言うていいんか分からんけど、明日かな、多分。なるほど、なるほど、配信されるのか。うん。いや、じゃあもう、でもほんま、もうそれ楽しみにしてる人いっぱいいると思いますよ。ほんまに？はい。もうでもさ、俺さ、開けてからさ、はい、実際、その、なんやろ、こっちで共有するさ、そのチェック用のやつはあんねんけど、はい、実際 YouTube に行ってさ、はい、見るのが怖いから。なるほど。そのなんか上がったやつ見てるってことですか、りょうくん自体は。そうだから俺は YouTube のサイトには全然行ってないんだけど。いや、ダメじゃないですか。コメント欄はどうしてるんですか？お、知らん。だから俺それも知らん。あ、もうそっかそっかそっか。そうやね、そうやね。もう消そうって言ってましたもんね、ジンさんは。うん。そう。え、じゃあもう明日かいつか上がる、近々上がるやつはもうりょうくん見たんですか？ね、さっき見た。あ、どうでした？どうなの？それは今後実際にりょうくんとジンさんが作ったロゴ、選ばれた方がロゴとして使われていくってことですか？あ、そう、多分。もうりょうくんどっちが勝ったか分かってるんですよね。勝ち負けっていうかね、でもね、結局、あの、ええ感じになってるから。あ、なるほど。うん、お互いがいいの出し合って、お互いが納得したやつでいこうみたいな。そう。あ、いいですね。そうだよ。ノーグッド。ノーグッドチューブ。違う。どうしたの？誰が来た？いや、なんかね、今、うん、あの、僕、こ一棟あって、その建物の中に何人か住んでるんですけど、うん、で、あの、一番下のゲートだけ、あの、開けない。後ろ誰？え？誰もいないです。あ、ほんま？多分あの、ガウンみたいなやつです。え？何それ？え？あの、何これ？え、この後ろ、これですか？いや、違う。え、何？え？今の音なんなん？ピロリロって。あ、そう、この音は、あの、多分ね、うん、今みんなデリバリー呼んでるじゃないですか。呼んでるんですよ。うん。で、デリバリー呼んでるけど、出れへん人、一番最初のゲートをオープンするのに、うんまあ、どこの部屋にかけても開くんですよね。うんうん、だから多分持ってきたもあの人が家にいいからちょっと開けてっていうので今ピリピリって鳴らされてるんですけど。あ、そうなん、はい、むちゃくちゃやなそれ。うん、それがでもまかり通ってんねや。もうむちゃくちゃです。もうクラクションも多いし、みんなストレス溜まってるしって感じですね。そっか、あ、しょうがないね。そうっすよ。もうこの後寝られるんですか、りょうくん。秘密。なんでなんすか。いや、寝るやろ。寝るしかないやろっていう。うん。りょうくんの方でもインスタライブとかするんですか、今後。いや、俺ここにし、あ、俺昔、何だっけ、インスタ作りたて時ぐらいに、なんか一回だけインスタやったことあったの思い出したけど、それ以外はここにしか来たことない。もう常連さん、ありがとうございます。そう、まあ、2回目か。ライブ前に
やられてたやつですか。あ、そう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 。もうあれだってりょうくんいつですか、前ライブしたの。あれ10月じゃない多分。はあ。でこの後本当だったらジンさんとハワイでそれこそやるよってやったんですもんね。そうそうそう、5月の末にね。もう向こうもあれですか、もう箱とか全然貸さない感じですか、まだ貸さない。あ、いや、ね、どっちにしてもなんか入られへんって。あ、もうアメリカ自体に。うん、なるほど。あ、それこそよく、エスタでしたっけ。うん、あの更新したてだったんですけど、うん、もうバッチリ切られました。あ、そうなん。だからマジで、はい、もう本当に更新したてだったけど、あれ緊急事態宣言後に発行したやつしかもう国に入れませんっていう。え、マジで。はい。え、でまた20ドルぐらい払わなあかんの。そうです、そうです。僕も使えないです、あれ。かわいそう。まあまあまあ、まあ、俺もやけどそっか。じゃ今後あれか、ジンさんとロゴのやつやったやろ。でジングルとかもやっていくんですか。あのね、まあそう、いろいろ考えてますね。作ったり、いや、うん、全然別に言ってもええねんけど、なんかもうあれもすげえゆるいやんか。でもあれでも結構限界じゃないですか。りょうくんとジェンさん全然違う場所にいるから、一緒にそうそうそう、はい、みたいな感じで撮れないじゃないですか。そうやね。インジャーもできひんしさ。確かに時差が、うん、そうそうそう。なるほど。でもどれぐらいあれなんですか、やられていくっていうか、その離れた、今後やっていくのはやっていくとして、りょうくんとジェンさんが離れた状態で、うん、いや、まあまあ分からへん、どういう形になっていく。とりあえず今できることないんやろうって考えて、なんかやろうかって言って、まあまあでもいっぱいいろんな人やってるやんか今。そうですね。うん、まあしかもそれちょうどスタートしてきたって感じじゃないですか。どうなんだろうね。まあでもまあいろんな人がやってるけど、でもそのツールしか今俺らが選べるのなかったからさ、だからまあとりあえずそこでいいやと思って。 そこでいいやっていうか、そこ行くの怖いやん、結構飛び込む。いや分かるっす。なあ、でもりょうくんが言ってたじゃないですか、こうなんか中途半端にやると、その YouTube で本当にやられてる人にも失礼やし、うん、っていうのがまずベースであるじゃないですか。うんうん。だから飛び込むのも怖いけど、けどそこが多分今一番こう有効的に使える場所っていうのもね、うん、まあ、明らかになってるし、なきな。そうよね。だってもう多分、はい、でもむしろ世界中そうやん今。そうですね。うん、芸能関係のお仕事してる人で、うん、活動できてるのは多分本当に YouTube で家で撮ってデータを送ってとかしかしてやってる人しか多分動けてないと思います。うん、だから、ね、ね、いつ終わるのかね。もうウクレレもどんどん上手くなってきます、りょうくん。うん、どうぞいや、ほんま、もうちょっと付き合ってくださいよ、りょうくん。なんでやねんもう寝られるんですか。うん、もう寝るんですか。いや、まだ僕は寝へんとは思うけど、なんか腹減った。あ、これからなんか作ろうかな。うん、もう外出てへんもん全然。そうっすよね。うん、もうデリバリーとかできるんですか。できるよ。デリバリーとスーパー行って、もうほんともうそうっすよね。もう日本もそれくらいしかない。うん、こっちとあんまり変わらなくなって、なんか僕、マレーシアに友達いるんですけど、うん、まあ、それ聞いても、あ、日本はやっぱりいい国やなって一つ思ったのは、もうマレーシア、これに便乗しての犯罪がすっごい多いんですって。うん、あ、そうな。そう、だから、スーパー行くのにも検問があって、軍隊の人とか警察の人がいて、うん、もう毎回止められるって言って。うん、あ、そうなんや。だから、へぇ。モラルの。まあな、でもな、難しいよな。はい、飲食店の人たちもまだ、だって買い物行こうとしたらランチやってますってなんか言われたけどさ。しかもやっぱ香料が違いますもんね、飲食店の方。うん、だから周りの人のこう見る目もとかもいろいろあるやろうし。でもまあその人たちも生活あるやろうしな。間違いないですよね。うん、難しいよな。ご家族大丈夫ですか、元気ですか。元気よ今のところはね。まだ分からへんけど、もうそんなん考え出したらな、キリないし。そうですね、暗なるしさ。確かに。うん、でやね
まあジャパン君よ、そんな感じやな。そんな感じですね。まあ全てが、落ち着いた頃にまたりょう君とワイワイするの楽しみにしてます、マジで。うん、そうね、はい、うん、じゃあ、え、明日もやってんやろ、これ。明日何すんの？え、あの、でもね、うん、最初、詩の朗読をして最近知らしたんですよ、1週間ぐらい。なんて、なんて、あ、詩の朗読。なんか上がってるな。あれ、なんなん？あ、誰が書いてんの、あれ。あ、僕書いてます。あ、そうなん？はい。まあ、筆かなんかで？そうです。で、それもあるよ、りょうくん。もともとあるすごい有名な詩を僕が筆で書いてるだけなんで。あ、いや、分かってる分かってる。なんか何だっけ、トイレに貼ってあるカレンダーみたいな。何だっけあれ。わかります。相田みつをさんとかですか。あ、そう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 、ま、そうそう、ああいう感じで書くのは昔から好きだったんですけど。あ、そうなんや。はい。で、僕最初始めた時、それこそりょうくんにも言ってたんですけど、日本が結構メディア疲れするんじゃないかっていうぐらいすごかったんですよ。うん、友達とかの話聞いてても多分ちょうど1ヶ月前にインスタライブ毎日やろうと思ってスタートしたんですけど、うん、でその時こっちは全然そんなに大変じゃなくて、うん、日本が結構こう情報がすごかったんですよ、錯綜してっていうか、うん、でそれで、まあ、ちょっとでも、まあ、リラックスしてもらったらっていうところ、何も計画立てずスタートしちゃったので、うんうん、ただもうプロでも何でもないから司会進行もいなければ、うん、一人でコメント読んで、そんなもん。でもその分こう一対一じゃないけどさ、こうやって見てくれてる人たちがおるわけやからさ。そうですね、うん、だから下手なりに何かこうできんかなっていうことでやってるんですけど、うん、で詩の朗読とあと、うん、まあ、ちょっとギターやって。え、朗読ってさ、はい、朗読ってさ、あ、りょうくんに読みましょうか、りょうくんが寝れるように。うん、ちょっと今日の最初のその触りだけやってや。あ、今日のやつはね、それこそ相田みつをさんなんですよ。あ、そうなんや。はい、ちょっとめっちゃ恥ずかしいんですけど。いや、やってやってて。急に熱くなってきた。うん、いきますよ。うん。ただいるだけで、あなたがそこにただいるだけで、その場の空気が明るくなる。あなたがそこにただいるだけで、みんなの心が安らぐ。そんなあなたに、私もなりたい。って言って締めるのが出番なんですよ。っていうのを、はい、毎朝書いてんの？毎朝書いてます。はい。あ、そうなんや。っていうのを、今1週間やってて、けどね、うん、やっぱり暗いシートがあったりするんで。あ、そうなん。それはあんまりピックアップしないようにしてやってるんですけど、うんうん、そうです。あ、なんかいや、めっちゃ我慢した今、なんかめっちゃ恥ずかしい。いやいや、恥ずかしいのが後でこうぶわっ、逆に我慢してもらってるからこそ頑張ろうと思いました。絶対我慢してくれてると思って、これ俺本意でやらないかとあかんやろと思って。あ、ありがとうありがとう、そりゃそうやな。どうでもないです。だからそれをやって、うんうん、あと、まあ、ギターやってとか、まあ、そんな、うんうん、あとちょっとビデオチャットつなげてとかしてるんですけど。ああ、そうかそうか、はい、うん、まあ、そんなことしかできないです。いいよ、それだけじゃ、それだけじゃないよ、それがあれや。だって俺いつもさ10時ぐらいにさ、うん、高雪山田じゃないわ。高雪ビッグネーム、ビッグネーム高雪鈴木が、はい、ライブあれを配信しましたみたいなさ、いつも来るからさ、はい、ああ、ありがとうございます。やってんには偉いなと思って。通知が行くんですね。くるくる。いや、でも。そう、でもこの間ね、あだ名なんですかとかって言われて、りょうくんになんて呼ばれてますかとかのやつで、うん、で、ジャパンって呼ばれてるんですとかっていうその説明とかも、この機会にしたりとかして。うん、あ、そうなんや。はい、あ、したことなかったんや。そうなんですよ。だから、はい。りょうくんにジャパンって呼ばれてるとこもあんまり。みんな見せてない、見せてないというか見てないじゃないですか。まあね、見えるとこでそんなあえて別に言おうとしない。誰ってなるから。だから、うん、そうなんがあって、そういう話をしたりとか、うん、そうですね、そんな感じです。そっかそっか。